はい、ジョニーズ公認チャンネル、ジョニーパパです。今回は茨城県小美玉市に来ております。今回、なんで小美玉市に来たのかっつうと、Google マップで茨城空港付近を見てたらよ。ん？なんだこれ？市岸漂流の地？調査しに行ってみた。いや、なんもねえとこだな。Google マップで見っとこの辺りのはずなんだよな。どこにカッパがいんだっぺ？いや、なんか看板があんな。カッパ市街漂流の地、場所はここで間違いないみたいなんだけどよ。いや、だけどこれよ、特に何もねえちっちゃい川だよ。おめえ看板以外何もねえべよ。看板よーく見てみっか。ちょっと細かくて見づらいからようやくすっと、昔隣の玉造り芹沢、今の行方市だね。そこで悪さをしたカッパがよ、そこの殿様にめっちゃ怒られて、最終的に死んじったみたいなんだよな。それがここに流れ着いたよ。それを見っけだよ、地元のテーラが、いや、かわいそうだからっつって近くにある神社に祀ったみたいなんだよね。次神社っつうのかな、南に300メートル。いや、おめえすぐ近くだっぺよ。じゃあちょっから行ってみっけ。ここが鉄木神社みたいなんだけどよ。ん？これはいだよ、カッパ様。確かに祀られてんな。ん？オスのカッパ様なんだな。いや、たくさんの方らがあんねや。いや、すごく綺麗にされててよ。これ、地元のテーラにとても大切にされてる神社だったんだ。いや、やっぱり茨城はいい人が多いね。カッパ様、ここに流れ着いてよかったね。ということでね、今回は小美玉市のカッパ伝説でした。今回も最後まで見てくれてありがとうね。